皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は7月の毎日メイクをやってみました。新しいアイテムがいくつか入っています。あとは真夏に買ってよかったコスメもご紹介しているので、ぜひ最後まで見てください。はい、ではベースをまず作っていきます。ちょっと今日顔がすごくむくんでいて、何度も何度もマッサージしてるんだけど、なかなかむくみが取れないので、ちょっと顔むくんだままいくんですが、むくんでる日はこういう感じで結構マッサージをしてリンパを流す感じで。そうで、昨日ちょっと夜グッドドクターを見てしまって、多分泣いたから目が腫れてる、びっくり。なのでちょっとこのメイクしていく間にだんだんこうスッと顔が腫れが引いていくといいなと思うんです。はい、始めます。日差しが強いこの時期にも、最近の動画でご紹介しているこのラローシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップ、それと資生堂のシンクロスキンイルミネーターピュアゴールド、これを混ぜていきたいと思います。これはちょっと自分で買ったものじゃなくて、友達がすごいいいっておすすめしてたんだけど、そのお友達がちょっと色が黒い子で、すごい良いんだけどラメ感がそんなに目立たなくて、ちょっと物足りないっていうことでいただきました。そうで、使ってみたらすっごく良かったので、最近はこれを、はい、このラロッシュポゼの下地と合わせて自分でラメ感を調整して合わせて使っていきます。内側から発光するような光、ラメが欲しいと思っていて、よくバーバリーの下地を前使っていたんだけど、それだとちょっとねみずみずしすぎて物足りないなと思ってたので、こういう内側からこう発光してくれるラメを足すっていうのは最近すごい気に入っています。で、実際にこの資生堂のものを使ったら、ギラギラしたツヤじゃなくてすごい自然としたツヤが自然に出てきてすごくいいと思います。そうで、このラメ感も調整できるし、そう最近ちょっとこういうね中に仕込むラメの下地すごい気になってます。そう、こういう感じで全体に塗ります。これで結構前よりだいぶツヤツヤっと、ギラッとまでいかない、さらにツヤツヤした肌を内側に仕込みます。そうで、なんかもっと足りない人はこのラメをもっとこの高い位置に足したり、あとは顔ばっかりツヤツヤに作ると体との差が出ちゃうので、これボディ用でもあるから、ボディにも日焼け止めだったりボディクリームに混ぜてこう塗ることで、こことのツヤがこう均一になります。今日はちょっとここには塗らず、顔に分かりやすく顔だけに塗っていきます。次にファンデーションはランコムのターンイドルウルトラウェアリキッド BO の01番です。ファンデーションは正直本当にいろいろあって、どれもこれも優秀なんだけど、少し前に崩れないベースの作り方をご紹介した時もこのファンデーションなんですが、崩れなさで言ったら本当にピカイチかもしれないです。崩れないんだけど適度なツヤもあって、はい、すごいいい感じ。このくらいある程度伸ばしてこう全体に広げていきます。このファンデーションのすごいところは速乾性がすごい高いなと思っていて、本当に急いで伸ばさないとピタッと肌に密着してあまり動かなくなります。だからうまく塗れた時はすごいいいんだけど、急がないと肌に密着しちゃうので、本当にこう急いで綺麗に塗るようにします。で、本当に肌にぴったりくっつくので、重ねたいところにはこうやってスポンジに直接重ねてこうやって叩くように入れていけば、コンシーラーみたいな代わりにも、コンシーラーのようにも使えます。ここら辺は叩きながら、足すイメージ、この端はこう余ったものをこの全体でこう伸ばすイメージで、あとは口とかに沿ってここを塗っていきます。これも余ったものでこうちょっとグラデーションになるようにというか
そんなしっかり塗らず、この、スポンジも変わらずエスティローダーのもので、この細かいところにも塗れるし、こう大きい面で叩いて全体に使ったりします。こんな感じです。これでだいたい崩れにくい肌を作れたので、さらに上に本当にもっとマットに仕上がるようなパウダーにするか、ツヤっぽいものにするかで だいぶ変わってくるんですが、普段メイクで多いのはこのゲランのパウダーを上からふんわりなせていきます。ラズショップのスパークリングジェムのフラッシュをアイホールの全体にのせます。はい、このアイシャドウも超速乾性が高いので、最近はこういうシリコンチップで全体にパーッとのせたら指ですぐぼかしていきます。本当にね、すっごいすぐピタッとくっつくので、急がないとよれた部分がぼかせない感じです。最近このフーミーの新作のカラーラインを紹介している動画もアップしてるんですが、そこで紹介しているフーミーマルチライナーキラキラオレンジです。マルチタイプなのでアイラインにもアイシャドウにもなるタイプで、こういう感じで指にとってアイホールにのせます。引き締まる感じですね。ちょっとしっかりオレンジが入る感じ、薄く全体に、でそのままこのギリギリのところにしっかり、こういう感じアイラインを入れます。うるうるしてちょっと印象的な目元になります。次にフーミーのハイライトパウダーをこの目頭の内側にしっかり入れます。このついでに鼻筋にも、この上にも出せます。なので私結構こうアイシャドウを単色パンと入れると目元がくすんで見えがちなんですけど、このハイライトをここにスッと入れることですごいこう目白面に透明感が出る感じがするので、このハイライトは必ずどのメイクにも最近絶対入れるようにしています。さりげない立体感と透明感が出ます。どうしよう、ちょっと目がまだ腫れてるから、ちょっと眉毛から先にこのバランスを見ながら描いていきます。眉毛はこのメイベリンのメイベリンファッションブローパウダーインペンシル BR3 番で、全体を縁取っていきます。セザンヌのノーズ&アイブロウパウダー02番のこの真ん中の中間色で眉毛の根元、肌の部分に色がのるようにのせていきます。でこのままノーズシャドウ、この一番明るい色を使って入れていきます。この眉毛の延長に、眉毛だけで随分こう引き締まる印象が変わるかなと思います。はい、まだ目が腫れていますどうしよう、これでじゃあちょっと陰影をしっかりつけていこうかな顔に。はい、先
近またまたよく使っているこのフーミーのマルチグロスティックのディーバ、これをこれチークにももちろん使えるし、アイシャドウリップにも使えるんですが、ちょっと私こう小顔効果狙っていきたいと思います。こういう感じで、これすごい肌なじみがいいので、結構このぐらい大胆に入れてもすごいこう自然になじみます。これを指で溶かしていきます。最近は私こう日焼けをやっぱり夏はどうしてもしてしまうので、このぐらいなんか顔ばっか白くなるのがすごい嫌で、こういうチークに使うような陰影をつけていけばちょっとここら辺の黒さと一緒になるかなと思って、結構このぐらい夏はしっかり入れています。これ結構ね、動画だと手がすっごい大胆に見えるかもしれないんだけど、すっごい軽い力でこうなじませているだけです。強くこすったりはしてません。こうやって優しくやればもう結構もうさっきまでがすごい白浮きしてた感がわかるぐらいしっかり入っていきます。ついでにこのままチークも、チークというかこうなんていうの、血色を足すっていうよりも本当にちょっと日焼けした肌をちょっと作るっていう感じですかね。目の下内側にこうやって入れるとちょっとヘルシーな感じになります。こう動いた時にこう分かるぐらい、うん、さりげなく入れます。はい、次に全体のハイライトはこのディオールのディオールスキンヌードエアーの002番を使っていきます。これがあまりにもお気に入りで、すごいいろんなところでご紹介しているんですが、限定品でもうなかなか手に入らないということでご紹介するのもどうかなって正直思っていたんですが、この8月3日にディオールからディオールスキンミネラルヌードルミナイザーというハイライト、002番というお色も発売されて、すごく近いものだと思います。ちょっと私もまだタッチアップできてないのでどのぐらい違うかはわからないんですが、ぜひこれがずっと気になってたけど購入できなかった方にはおすすめです。機会があったらぜひ見てみてほしいです。こう軽くふんわり表面にのせるだけですごいツヤと立体感が出るので全然減らないんですね。なので1個持ってれば本当に何年使えるんだろうっていうぐらいずっと使えると思います。なのでこれを少量取ってこの高い位置ここに入れていきます。そう、つけすぎると本当にギラギラになるから気をつけてほしい。このぐらい、はい。ケアとしてリップをまず塗っていきます。リップはこの夏に大活躍した資生堂の UV リップカラースプラッシュウルルレッドです。夏休みの最初の頃に沖縄旅行があったので、唇が最近こう日焼けをしがちでシミになりやすかったりするので、紫外線対策がしっかりしたグロスリップを探していて見つけたのがこれです。 SPF35PA+3 と実際こういう感じで結構色味がしっかり出ます。しっかり赤い色が出るリップです。本当にこう潤いがたっぷりある感じです。こう質感としては固めのテクスチャーでなんだけど、こう唇にのせるともう溶けるようにのります。はい、こんな感じで、なのでプールとか海とか入ってる時はもう常にこれを塗り直す感じ、口紅を塗り直さなかったりしてもこれだけはずっと塗っていて、まあ、血色もちゃんとあるし、ナチュラルなメイクの時には もちろんこれだけでも十分だし、まあ、私はちょっと今日こういうキラキラした
オレンジのメイクをするので、ちょっとこの上に色をかぶせたいと思うんだけど、これ1本で、ナチュラルな時は十分なリップです。これ本当に夏に大活躍してるので買ってよかったアイテムです。はい、そろそろ一旦アイメイクに行きます。ちょっとラインを引いていきます。ラブライナーのブラウンを使っていきます。先に目尻だけでどのくらいのバランスか見て、この内側に細く、目頭に細く入れます。で、開けた状態でちょっと内側に入れます。はい、でしっかりビューラーで根元からまつげを上げます。次にモテマスカラのワンリフトアップでまつげを作っていきます。あまりバサバサ主張したまつげにならないように軽く塗っていきます。リップは RMS ビューティーの RMS のブレインティーザーを塗っていきます。はい、これで完成です。ぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。